こんにちは、みりんです。今日は過去に何度か依頼のあった、ジエンアシュの基礎解説を行おうかなと。イベクエのジエンアシュはミラオス討伐直後から受注可能で、銅や腰などはよく使われます。しかし、ハンターランク解放直後の装備のまま挑むとなるとそこそこの難易度になるようで。なので、その段階でも容易に作成できる装備のみでのジエンアシュ討伐手順を一例としてあげようかなと。というわけで支給品を回収して出てきたところ、応急薬や携帯と石などは間に合わなくなる可能性あるので取りません。解説要素めちゃ多いので装備などは後ほど。まず初動でジエンアシュが突っ込んでくるので止めます。ここ解説。兵器たくさん撃ちたいという方は早めに押してもいいのですが、クリアタイム考えるとギリギリで引きつけたいところ。そこで、この向かってくる牙が下に下がる瞬間に押すことでギリギリで止めることができます。早めに押すかギリギリまで引きつけるかは多分好みで大丈夫です。そしたら少しだけ兵器タイム。牙波が来るのでバリスタが安定かな？じゃあ高速弾に切り替えて防衛。したらばまたほんの少し兵器タイム。大砲1発かバリスタに3発くらいの認識でいいかも。じゃあ練り込む準備。怪力の種を飲むだけですが。それと、自演の起爆筋に支給用オータル爆弾を置いていきます。耐久誘爆弾の爆発で誘爆させれますし、絶対に外れないので、支給用と耐久誘はセットで置いていいかも。したら耐久誘爆弾も置きまして。今回は討伐を目的としていますので、牙や腕は壊しません。そっちは装備整ってからやれば雑に壊せますし。じゃあ背中逆転を殴るのですが、ここも一点注意が。乗ってから少し経つと、画面奥に見える牙が少しずつ上がってくるのですが、そしたら一旦背中逆転を離れます。このように、ジャガイモを飛ばしてくるためですね。一応フレーム回避でも対処できますしダメージも小さめではありますが、ハンターランク解放直後は回復リソースも厳しいでしょうから。その後は牙投げ、エビ反りと攻撃が続きますが、背中逆転の前側を殴る限りは関係ないので無視できます。ただ、予備動作中などにひるませると行動がスキップされるのでそこは注意。そしたらもうそろそろ降りる時間ですね。慣れないうちは行動の流れで振り落としが来るタイミングを見ていけば大丈夫ですね。ただ、ひるみによるキャンセルで視認しづらい場合もあるので、自演の体の細かな動きでわかるようになっていきましょう。したらばまたしても兵器タイム。ここは大砲1発入れてあとバリスタで良さげかな。ですが問題は次。ここ、沈んだら一旦高速弾を構えます。でまぁ、このように出てきた場合は高速していいんですけど、出ない場合もあるんですよね。動画最後に画像1枚にまとめますが、ここは分岐点なので特に注意。そしたら兵器タイム。高速バリスタ使った後は基本大砲派ですが、これもどっちでも大丈夫です。そしたら右から自演が出ます。先ほど、腹打ちプレスをしなかった場合はここに繋がります。ジャガイモを一回飛ばしてきますが、ここは意識せずとも避けれるし大丈夫でしょう。そしたら大ジャンプ。左側での戦闘に参ります。で、ここですね。先ほど、腹打ちプレスが来なかった場合はここで最初に腹打ちプレスが来ます。その場合は高速弾を先に構えておくことを推奨します。で、さっきと同様に突っ込んでくるのでドラ対処。あ、ドラを撃つとき、自演の空砲の反対側で構えるようにしましょう。ドラをしながら牙に突き飛ばされる光景はよくあることですからね。そしたら牙投げが来るので、やり過ごして。あ、ここでも一つ注意点。今バリスタ1個拾っといてなんですが、自演に乗り込むまでにバリスタ弾を使い切っておいてください。理由としては戻り弾で支給品取りに帰るからですが、このタイミングで帰る理由に関しては後で説明。とりあえず背中逆転の前側を殴っていきます。で、さっきと同じように牙が上がってきたらジャガイモ飛ばしが来るので対比。被弾を許容できる程度に装備が整ってれば無視でいいんですけどね。本来は鬼面族も釣れれるので回復ダンスありますし。で、牙投げが来た。背中逆転の前側壊れたせいで牙投げが中断されちゃいました。まあ遅くとも、これくらいのタイミングで背中逆転の前側が壊せれば大丈夫です。で、後ろ側を殴るんですが次のジエンアシュの行動はエビ処理。背中逆転の後ろ側にいると巻き込まれるので、少し前側に行ってやり過ごします。この辺、背びれが低くなってるところあたりまで来れば安全ですね。自演の次の行動は牙投げなので、雑に背中逆転を殴りまして。不穏な振動が来てるので、そろそろ撤退します。ということで戻り玉をしよう。ここで使う主な理由は2点。道中でバリスタ弾を確実に使い切れるため、支給品のバリスタを補給できるのと、背中逆転の後ろ側から船に帰るには時間がかかるため、その回収したバリスタ弾をとっとと撃っていきます。ここでなるだけバリスタ弾を消費しておかないと、激流走待機時間中が暇になるので最低でも6個くらいは消費したい。で、ここ左側から自演が腹打ちプレスしてくるかという運要素。先ほどの腹打ちプレスと並び、第2のターニングポイントですね。来ない時は、映像のように周囲の小舟が前に出てくるため、それまで多少警戒するくらいの認識でいいでしょう。そしたら激流走タイム。バリスタ弾を3、4発回収したら選手に向かいまして。
左側から出てきたところに合わせてボタン。そして差し終えたらバリスタを撃ちます。ここで息を撃てますが、そこまでカツカツにやる必要もないので最終に当ててもいいです。そしたらしばらく兵タイムと言いたいところですが、先ほどしなかった分のシワ寄せがきます。ここで払うスプレス。さっき左側に消された場合はここでは発生しません。じゃしばらく兵器タイム。大砲を撃つかバリスタを撃つかは割と自由ですね。ただ、大砲は隙が大きいので防衛設備使う直前には使いたくないくらいな。ここ、じりじり近づいてきてタックルするのでオードラで阻止。そしたらまた少しだけ兵器タイム。バリスタ弾は自炎の手から落とされた後の、大砲当てにくい時で使いたいので今は温存。そしたら自炎の背に乗っていきます。ここタックルが来ますが、背中逆転よりも後ろ側にいれば当たりません。それでも不安という方は右側に回り込んで殴っても無問題。で、ここでジャガイモ飛ばし。正直一番対処が難しい行動です。下手に動くと落とされたり、ジャガイモを食らったり、最悪の場合は空中に打ち上げられたところにジャガイモが飛んできます。なので、ジャガイモ飛ばしだったら前方内側に飛び込むくらいしかなく、それでダメだったらしょうがないので切り替えていきましょう。したらば後はタックルを避けつつ殴り。で、振り落としが来ますがその前に背中逆転破壊。あ、背中逆転は壊れると部位が消滅するので、壊れたところを殴るのはやめましょうね。じゃあ振り落とし来たので兵器タイム。で、ここジャガイモが来た場合はそのまま左側に移るんですが、来なかった場合は払うスプレスの可能性があるのでお気をつけて。で、ジャガイモ飛ばしが来た場合はこっちで払うスプレスをしてきます。高速弾を怠らないようにしましょう。そしたらあとは兵器を雑に使っておしまい。自炎は一定体力を下回るか、固定の行動を終えると決戦ステージに移行します。で、この辺が固定の行動終盤なのでそろそろ決戦ステージ移行となります。特に残るものはありませんが、なるだけ手持ちのバリスタ弾は消費しておきましょう。そしたら決戦ステージ。さっさと自炎の近くに向かいます。で、ここ。砂煙に入って少し進んだあたりですね。ここに爆弾を置くと確実に当たるので、持ってきてればとりあえずで置いていいかと思います。今回は腕を狙いませんが、壊したいなら落下になりますので。さてドレジャー決戦ステージについてですが、やることはシンプルなのであまり言うことはありません。重要なことは2点だけ。まず1個目は歩きなどに巻き込まれないこと。シンプルにダメージが大きいのでその分立て直しに時間食います。しっかり行動を見て安全に立ち回りましょう。続いて2点目。武器の火力を信用しましょう。自炎足戦では、各エリアでバリスタ弾を30発、大砲弾を15発回収できます。しかし、それに頼るよりも武器を使った方が火力出るのでちゃんと腹を殴りましょう。ということで装備紹介。ヘリオスジェットから腰だけ X にした G9 序盤のテンプレ装備ですね。そして武器はボルトマルク。覇王の証と海流の攻撃はピークへ段階で、太鼓の流骨と霊水晶は爆死回収で集めれます。つまり、最も作成が容易な装備ですね。正直ブラキブツカリラオス武器があればそっちでいいですが、しかもスロット X と5隻に焼きを用意してるので、追加で大体のスキルは入ります。ジェット区あたりのスキル込め込めばもっと楽になるので、皆さんはそれもつけてから行きましょう。あとランク大砲がいるともっと楽になるので、そっちも用意しておきましょう。で、まあこんなゴミ性能の武器ですが、こんなんでも兵器より火力が出ます。しっかり武器攻撃を意識して戦闘すれば、船が壊される前に討伐できるので、気張らず着実にやっていきましょう。方向やジャガイモ飛ばしが来たら外側への退避。歩きに対しては前進しつつ、無理のないよう攻撃。ハンマーはダメ攻撃だけして対比でもそれなりには火力稼げるのでやりやすく。ただ、やっぱり腹付近はリスクもあるので、多少突き切ってでも被弾しないようにしましょう。あ、ジャガイモ飛ばし攻撃は2種類あり、それぞれ予備動作や飛ばし方は全然違います。ただ、どっちもちゃんと腹付近で安定取りつつ動けば当たることはないため、とりあえずは解説なし。じゃ大サジンブレスしてきたので激流走。予備動作長いから、バリスタ弾余ってる人は1、2発入れてもいいかも。基本的に、兵器使わない立ち回りを推奨してはいますが、兵器を使った方が安定する場面もありまして、オードラや高速バリスタが使用可能で、なおかつ自炎が船の近くでぼったちしてる時ですね。何してくるかわからない時はドラや高速弾を構えてたいんじゃないかなと思います。ただ、何もせず防衛設備の前で立つのはもったいない。そんな時に兵器を使っていきましょう。タイムを考えるなら武器攻撃一択ですが、とりあえず自炎戦を安定させたい方はそういう択もありますよという。
あとは原内プレスに合わせてオードラ使ったり。とりあえずなんやかんやに使える高速バリスタでなんやかんやしたり。高速バリスタは牙なぎの阻止に使うのが一番ですが、ドラがないときは原内プレスに当てるのは言うまでもなく。ドラは原内プレスに。敵有効はクールタイムが終わり次第雑に再使用くらいの感覚でいいかも。まあそんな感じで雑にやれば終わり。と。クリアタイムは25分47秒。火力スキルもクソもない装備でもこのくらいのタイムで枯れます。最後にハギ取り1の解説。遅延は同4回頭4回の、計8回ハギ取りができます。その頭と胴のラインなのですが、ここの口付近の角度ついてる場所あたりになります。なので、その付近でハギ取れば。5回目のハギ取りがスムーズにできるよという。そんな感じで遅延足の基礎解説でした。他につまずく要素がありましたらコメ欄にいただけると嬉しいです。と、動画の最後に画像1枚で何があるかわかるようにして終わりましょうかね。もう少し喋りたいことはありますが、これ以上詰め込むと頭パンクする動画になりそうなのでここでおしまい。それじゃご視聴ありがとうございました。ミスあったら指摘お願いします。